うわすごい羊すごい人なんか悪い人なんですよ、ね、すごい効くと思うんですけど、これリグーリアのパンなんですね。あ、そうなんですね。まあ、2種類あって、日本で一番食べられてるフォカッチャっていうのは多分プーリア州の上で、ジャガイモが入ってないものなんですけど、リグーリアのジャガイモが入るんで、半分ジャガイモ半分となってます。へー。オリーブオイルの量がものすごく多いんで、結構ジューシーな感じです。香りがいい。香りがすごいな。すごいですね、これ。こっから見ると言われてる。パンも結構立派な、あの今ちょうど焼き上がってるので、もう本当に料理なので全部召し上がってください。結構ジューシーおいしいと思うね。これほっかちゃって言われて分かんないですね。そうですね、じゃがいもすごく入ってるんです。すごいジューシー、もちもちな芋が、そうですね、芋の甘みが結構出てて、めちゃめちゃうまい。うん、超うまい。そうですね、おかわりないんですけど。めちゃめちゃオイリー。このぐらいの量でちょうどいいかもしれない。これ塩も多分向こうの塩じゃないですか。次、またこれ粉物ばっかりで申し訳ないですけど、ファリナータって言って、これはもう本当に郷土料理ですね。ひよこ豆を水で1日ゆっくり戻してあげて、オーブンで焼いたものです。リグーリアのピザみたいなものです。ストラッキーノっていうチーズ、このチーズ、ストラッキーノすごく疲れたっていう感じが不思議で、大体放牧出すと牛が歩き回るじゃないですか。でお家に帰って寝て、ご飯食べても寝て、大体朝絞るんですよ、ミルクを。それでミルク結構リッチになるんですね、味が。チーズもなんですけど、貧乏な村なんで昼も夜も絞るんですよ。もう朝も夜もだから混じっちゃって、疲れたチーズって呼ばれてるんですね。で、これを岡山県の吉田牧場っていうところで頼んで特別に作ってもらってます。で、ストラキーのチーズのバリアンです。すげえ、もちもちしてる。おーおー、ストラキー。このコースって、今日我々だけですよ、ね、このだけで食べる、はい、今日だけですか、今日だけです。贅沢。まあまあすごいことですよ。あんだけ見て、めんどくさいことだ。何言うか知らないです。何よ。ブランデクユン、ブランデクユンの方言です。イタリア語で言うと、マッタラマンテパーと名前になります。はい、はい、タラですね。
あの乾燥だら、干しだらを、日本でいう棒だらですよ、ね、あれを柔らかく戻して炊いて、で崩してじゃがいもと合わせて芋とかで、これも使うんですよ。で攻撃の場所なので、すごく乾燥もの、アンチョビだったりとか、こういうのばっかりからおかわりと使います。それに上からリグリア産のオリーブ、マリアムマスミで、リグリア産のアンチョビで、リグリア産のオリーブオイルをリグリア尽くしです。公開するとき全部買っちゃうんですよ。大体余って、まあ、まかないだけですから。でもすごくみんな勉強になるので。美味しい。お砂糖を使うとかするのないんですよ。一番美味しい。うまい。キュッキュッてした感じ。そう。サンドスペンマン。ファインと合うぞ、これは。めちゃめちゃうまい。美味しいです。これうまいな。早くですか。最初からこの量だったの。食べた記憶はない。いやもう本当にどういう感じですかね、もうね、昼から。本当ですよね。いや本当に夫は働いてずっと満員ですよね。みんなキラキラしたあれでさ、さっき全員不倫してるって言ってた。ショーみたいな。ツインしてるでしょ。偏見がすごい。結構な刺激出ます。何皿ぐらい出ますか。これはメスキュアって言って、リグリアの労働者階級のメストローなんですね。肉とか魚とかも全く入ってないんですよ。公益の場所なので、熱帯労働者結構多いんですね。その方々って余った飴とか、そんなのばっかり食べるんですよ。水と余ったりする炊いたものっていうイメージです。一応ルールがあって3種類に豆は入れようねっていうルールがあります。豆はやっぱりタンパク質なので食べよう。これは今日はアーティチョーク、ボルノスキーっていう、ひよこのカレーマン、あとは白インゲンマン、あとはグリーンピース、であとキャベツの芯とかそういった野菜が入ってます。で方言ができます。オリーブと豆の味分かります。そうですね、はい、もう本当それが出汁っていうか、すごい地味深い。これもワイン合いそうですね。うん、めっちゃいい香り。全部シンプルなものばっかりですけど、これは生シラス、生シラスは夏のリグリアの名物。今回はフリッテーレで卵を入れて、ふわっと入れます。すげえシンプル、うん、でも、うん、オムレツみたいな、こんな感じ。すごいふわっと揚げてるみたいな感じですね。ホクホク、すごいな、おいしい。うまい。これもやっぱりね、揚げたてがめっちゃおいしいです。塩入れてないんですよ、入ってます。うん、魚介って結構自分で塩持ってるんで、魚介料理塩使ってないんですよ。使ってもアンチョビですけど、まあ、ポピュラーな、ね、イタリアンもいいけど、うん、こういうもう、うん、極地の特化が勝つ時代ですから、ね、まあそうですね、まあ、どこかの体制できましょう。経験してないことはうまいっていう、うまい。これ出品って言います、魚介のスープって貝とか入るじゃないですか、うん、これ入らないですよ、うん、白身魚だけで。これ結構有名ですけど、みんな好きで、パンしみしみにしてあげて、そうです、これさっきのポカッチャとね、はい、余熱で焼いて、で、しみしみにしてあげた、なんかこのリグリアのフレンチトーストみたいな。貝が入ってないんで、ダイレクトのああいう旨味がないんですよ。それが逆にいいというか、トリリエって言って、日本でいうと姫チっていうちっちゃい魚、あとはナゼロ、ゴチっていう魚なんですね。あら、うん、美味しい、すごい、これ美味しい。これ冷やすとプルプルになります。魚のコラーゲン、なんかチーズみたいな。そうですね、超濃厚です、うん、超濃厚、エスプレッソ、うん、いや、うまい、これ美味しい。これ、ブイヤベースにこっちの方が美味しい。いや、美味しい。おお、なんかあこれもね、帰ってから1週間ぐらいで食うこのジャガイモが入ったパンとビヤーって潰れて、ただドロドロのスープになっちゃうんですよ。あ、そっか、一緒にいただけてここまで持ってくれるのはジャガイモ入ってるから、うん、いう感じなんですね。リグリア美味しいですよね。美味しい、めちゃめちゃうまい、めちゃうまいです。リグリアめちゃくちゃ美味しいです。僕ゲーモンテン好きです。あ、ゲーモンテンも長いんですけど、リグリアにもいた。リグリアが一番初めてやるんですよ。あ、そう、一番思い出が強いんです。あ、
初めてバリスタの学校を卒業してイタリアの、で行った街がリグリアだったんですよ。結構リグリア好きなんですよ。食べれないっすよね、多分イタリアに行っても出てこない。リグリアで美味しいと思う。結構こぼれないっていうことが多いんですよ、向こうで食べて。ちょっとやっぱイタリアっぽい大雑把さがあるんですよ。そうですね、彼がちゃんと内臓掃除しないんで苦くなるんですよ。これは日本このスープ作るのが多分何百キロとかさばかなきゃいけないんだろうな。こっから中を全部こう掃除してきれいにしてリグリアの人食べてほしいですよ。感動するじゃないですか。違うって言うんですよ。そうです、あ違うって言うんですよ。彼らは臭みがするかもしれない。なるほど。日本人はこの綺麗さが好きなんです。お次ですね、これアンソッティー、ソースがまあ特徴的なんですけど、クルミのソース、クルミとチーズ、トマト、あんまりトマト使わないんですよ、ベグリーはね。で、パンソッティっていうのもアラビオリみたいなものなんですけど、これパルミジャーノとか芋とか詰めるんですけど、ちょっとつまんないんで、今日はまあちょっとエビ詰めました。本当はパンソッティ三角に仕上げるのが伝統的なんですけど、マルチをしてくるみのソース、くるみのソース、結構珍しいソースです。今度いきます。意外とあっさりしてる。そうなんですね。はい。お酒が弱くてですね、最初のシャンパンでもうダメですね。この体で飲めないんですよ。これトリリエって言って、まあ、ビグルで一番愛されてる魚の一つですね。これを小さいんですけど、ちゃんと割いてあげて、で、お水とアンチョビ少しだけ、アンチョビ入ってオリーブオイル、ジャガイモと一緒に入れるだけです。スーパーにトリリエです。へぇ、日本でいうとおじさんっていうんですか、おじさん、あれでもめちゃくちゃちっちゃい版ですね。ちょっと上がってこないんですけど、注文したらちょうどこの回にどんちゃ上がって、結構あっさりしてですね、あっさりしてね、日本食に近いと思う。結構これ待って、この酸味って何ですか。この酸味は若干だけトマト入ってるんで、その酸味です。でもまあフレッシュのトマトで缶詰は使わないんで。うわすごい、羊すごい人なんか悪い人なんですよ。すげえ。この季節は、ちょうど時期なんですよ。アバッキーを、アバッキーをここまでのみ子羊を、アバッキーを食べるのがこの季節のビグリアの、まあ、メインディッシュで一番食べる。肉って牛肉は食べないんですよ、ほぼこのピエモンテに行っちゃうので、まあ、大体あの鶏か夜勤か、こういう羊。この匂いとこの匂い、この匂い、すごい匂いですね。寝かしてるんで、濃縮してるので、ちょっと酸っぱい匂いです。濃縮してる匂いです。すごい。1時から飲んだら長けえぞ、今日は。バジルペース、バジルペース、ジェノベーゼって見られますけど、本名はベーストレジェンドって言います。ジェノベーゼっていうとお肉料理で見ちゃいます。で、これは下に、マルタリアーティ、サバヒロ麺で、結構それ珍しいんですよ。ビグリアもっとトロフィーをねじったやつとか、ロールゼリー押したやつとか使うんです。ここはまあ、まるでケロモンとした感じで、まるでデコポイしてるので、これはケロモンとしてる。おいしい。小麦、香りますね。はい、これはもう、まあ、もう全部うまいっす。本当においしい。ちゃんとね、この量で完璧では、最後ですね、これも本当に伝統的ですね。あのベルメンティーノって白ワインで、あの蒸し煮にするっていう、はい、骨付きのままたっぷりのバターとベルメンティーノ、あとは香草、バジルとかですね、ローズマリーとかに閉じ込めてあげて、蒸し焼きにするっていう。仕上げに10万、これがビグリア料理だよっていう感じです。ビグリアなんビグリア料理、炭焼きがないんですね。あ、そうなん、大体フライパンか、だから家庭でできそうですね。そうですね、はい。噛んでいくとちょっと癖はやっぱりありますけど、でもイタリアのがもっと鍛えますから、もっと寝かすんで、ベタベタするぐらいまで寝かすんで、
酸味が出てくる。ソースにその感じが出てるね。そうです、寝かした感じ。はい、これどのくらいこしたら寝かしてるんですか。これ1週間ぐらいで早いんですよ、清牛とかに比べて。やっぱり繊細なんで、味も詰まってないから。清牛だったら別に3ヶ月、1ヶ月、5ヶ月も持つじゃないですか。なんか空いてきましたね。もう終わりかな。もう多分、ああ、ランチが一回これで3時で終わり。確かに一気に最後ですね。クレミーノって言って、これリグーリアのパンナコッタみたいな感じではあるんですけど、違いはココナッツが入ってるんですよ。でココナッツが入ったパンナコッタっていう感じで、あとものすごく寒天というかゼラチンの量が少ないので、ほぼ溶けるというか、下でネットって溶ける感じに仕上げてます。うん、はい、チーズ、おー、いきます。すごいですね、これ。そう、超濃厚なクリーム、甘くなさすぎる。あー、もう女子で、さっきのちょっとストラキーのチーズも少しやったことない、うまいの分かってる。いや、これね、あ、これうまいわ。これが女子心か。で、お菓子はピエモンテ州が近いので、リグーリアのチョコレート菓子が結構多いので、これもチョコレートを頼んだだけです。生焼きチョコレート、ドンキホーテ。おぉ、これうまいな。めちゃめちゃうまい、これ。マジかよ。あ、塩か。いや、美味しい。うん、美味しかった。ありがとうございます。素晴らしいですね、本当に。こんなに感動しない。こんなイタリアンでないっすよ。こんなの食ったことないです。ちょっとマニアックなイタリアンでよかったっすか。はい、このぐらいやった方がいいですね、イタリアンは。Thank you.